はい、どうもお世話になっておりますテッシーでございます。ファイナルファンタジー3パート22やってまいりたいと思います。はい、前回ノアの竜刀を手に入れまして、ここでノアの竜刀ですね、アイテム欄入ってます。で、今からウネを起こしに行くところです。まあ、前回ねパート22の21、22の話をしまして、何がパートだと、お前のこと知らねえよって言ってるんですけれどもね、なんていうか結構ねチャンネル登録もまあ50超えて増えてきてるんでね、なんとか右肩上がりなんでね、なんとかうまく軌道に乗っていければと思います。その竜とはもしかしてノアの竜とオウム、もしそうならウネを起こせるかも。かわいいねオウム。ここで使うのか。ノアのリュートを弾いた。夢の世界にも届くというその音色が部屋に響き渡る。いいっすね。誰が吹いてるんだろうね、4人の中の。お。むにゃむにゃ。ふわー。すごいすごい。ウネが起きた。おお。ああよく寝た。さあオウムよ、私の肩にお乗り。あいあいさー。さあ寝起きの体操だよ。やべえ。オウムも可愛いけどウネも元気いい。夢の世界よりウネ健山。ファッファッファッファ。急に。私がウネだよ。今までずっと夢の世界にいたんだ。この世界は久しぶりだよ。ああこっちもなかなかいいもんだね。おっと、あんたたちのことは夢の中で動画に聞いてるよ。まさかザンテがそんなことをするなんて。とにかくまず巨大船を手に入れなきゃどこにも行けない。巨大船は山を越えることができるんだ。北にある古代遺跡にあるはずだよ。それじゃ出かけとするかい。さあ行くよ。何、まさかばあさんと一緒は嫌だとでも言うんじゃないだろうね。いえそういうわけじゃ。ならいいけどね。パーティーにウネが加わった。パーティーにウネが加ったってなって加ったってなってましたね今。おっといけない、忘れないうちにこれを渡しておこう。炎の牙を受け取った。これはお前さんたちが持っている2本の牙、そしてこの牙、これはみんなザンデが呼び出した4つの像を唯一倒せるものなんだ。なくしちゃダメだよ。牙はもう一本ある、土の牙だ。それを手に入れるためにも巨大船が必要なのさ。さあ行くよ。ウネに炎の牙をもらった。ウネ元気だな。巨大船、ああなるほど。巨大船の名前はインビンシブル。古代人たちが作った船だよ。ウネ、おお、あオウム乗ってかわいいね。ウネばあさんですけど絶対若い時モテただろうな。めっちゃ元気だもん。いいな。この北にあるはずだよって、ここか。なんか一回行きましたよねここの敵や。あここか、ここだね。ここっすね。ちょっとハイポーションだけかわして、とりあえず前のとこでちょっと消耗しちゃったんで。レプリト、まあ回復しつつですね。よしよしよし。とりあえずハイポーション、あ10個1万か。なるほどね。ちょっととりあえず今は
あのハイポーション優先でいきたいと思います。全部売ろう。あとはガントレットももういらない、オリハルコもいらない、ブラッドソードもいらない、ダイヤシールドもいらない、ナイトもいらない、これもいらない。結構金になったな。よしよし、ハイポーション優先でいきましょう。こんだけありゃ十分。まあいわゆるね、薬草作戦ですね。行こう行こう、今なら倒せる気がする。一応セーブ取ってきます。さあ行きましょう。古代遺跡、あれ岩があるけど、うわーいきなりバックアタックか。アーシュとバックから入れられちゃってるよ、やべえじゃんよ。まあでもこのぐらいのレベルだったらこいつの強さにもうなずけますね。よし92個、まさか92回も戦闘しないですもんね。うん、まあ、こいつ1体ですもんね。だってベヒーモス2体よりかはまあまあ楽、楽って言っちゃあれですけど、ほら、うん、攻撃力高いベヒーモスの高いバージョンと思えばそんなにむちゃくちゃではないですからね。こうやってちゃんと並び替えしっかりすれば大丈夫なはず。学者、我々は古代遺跡を発掘調査している。地震でアダマンタイトの壁が崩れたんだ。あの先には我々の先発隊がいるはずなんだが。あー、アダマンタイト、洞窟がアダマンタイトで埋まってしまい先に進めなくなってしまったのだ。アダマンタイトっていう岩ですね。私に任せておき、夢の世界の家をぶつけてやればアダマンタイトといえども事件の狭間に消えてしまうはずさ。怖、危ないからそこで見ておいで。なんかアダマンタイトとか次元の狭間とかこれから聞きそうな名前がどんどん出てきましたね。やっぱり年寄りには答えるね。さ、先を急ぐんだ。この奥には巨大船インビンシブルがあるはずだよ。うね、いいね。扉があって、おい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 、なん、なにこいつ、そんなバッグ好き。これバックアタックやられた時って皆さんどうしてます？普通に戦います？自分いつもこうやって、あの前進と後退、前列と後列ちゃんと入れ替えてから攻撃してるんですよね。最初の方にも何か言いましたけど、ちゃんとやりたいちゃんとやりたいって何を持ってちゃんとやりたいのかよくわかんないですけど、ちゃんとした体勢で戦えば、まあ一旦ちょっと不利、2ターンですよね実質、最初の攻撃と2ターン実質不利になるけれども、最初の体勢であれば大丈夫かなという、そういった思想でやってます。なので、うん、そのまま戦っちゃうとどうなのかなって、やっぱりダメージとか入らないじゃないですか、ヒット数も少なくなっちゃって、そこがちょっと、やば、うーわ、これは逃げますね。お前マジかこいつ、逃げるないんかい。ちょっと
これは厳しいな。どうしよう。いや、戦おう。うわ、これダメだわこれダメダメなやつだったな。一体倒せば、うーわ、回復したけども、これ追いつかねえやつだな。ちょっとちょ、全くもって無駄。相手の攻撃全く隙なしだと。はあ、なるほどね。まあ一応カバウがあるからあれなんだけれども、一体倒せばなんとか。よし、なんとかなるかかなとは思うんですが、あとはテッシー回復させてやれば。これはきついね。確実に赤字、確実に赤字ってハイポーション1200ですからね。ナイトのいいところはこれですよね。何個使った？5個ぐらい？5個使ったか。どういうことよ。5000ポイント。うね、なんとかして。きつ。いや、今のは確かにバッアタックで白魔導士がいきなり持ってかれたっていうのもありますが、いや、それ以上に厳しいっすね。もう一回ドラゴンナイト来たら終わりますね。これドラゴンゾンビか。ちょっとこれだけは取りたい本当に。こいつは全然、こいつがほんと可愛く見える。でも逃げないで正解だったですかね、もしかして。よっしゃ、一旦ワンタンキル。リフレクトメイル、もうダイヤメイル変えるやつ。よしよしよし、もう一個扉見えてたので、ちょっとそこもね、見えてるところは全部行ってはみたいんですよね。攻撃力強いな。ドラゴンゾンビやべえだろ、あいつはマジで。バックアタック怖いわ。よしよしよし、
テレポは残しておかないとあれだからね。なんかレベル足りてない。ああでもここもう2階か、そうするとって感じっすか。上だからもここでしょうね。あ違う、お商人の連中は古代遺跡から剣や鎧をこっそり持ち売りに出している。え、遺跡で発見された絵にはどれも巨大な船のようなものが描かれているのだと。ほうほうほう、この古代遺跡には何か途方もないものがあるような気がする。いや、インビンシブル。おお、ほう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 、あーあーあーって言っちゃったよ。武器は、あーこれディフェンダー、これですね。おお、古代の剣もある、いいね。でも買えない。やった。ちょっと待って。やっぱりそのフェニックスの尾って売ってないのかな。ウネとネルテッシー。もう白魔導士やられちゃったら、まあジョブチェンジでレイズ移せばいいだけなんですけども、まあここ宿屋あるならいいね、順々に行けるから。ただ宿屋があるっていうことは、あのそれだけ厳しいってことっすよ。とりあえずそこの扉、次の目標で行きましょうか。ガンガン行っちゃって、もうおい、完全ヒット、いいね。テッシー行け、行ったろ。これは OK。 すげえレベル上がるね、やばいな。まあ、確かに一回ダンジョンエスケープでサボりましたからね。とりあえずそこの扉行って、アズリエル、あれこいつなんかやばいやつじゃない。なんかやばい気がするんだけど、ちょっと一回貯めてみるよ。うわ強っ。あ大丈夫だ。こいつね、なんかね、うーわ、そっちのタイプ。あのこれ、こいつに似たやつがいまして、めっちゃ増殖するし、なんか攻撃しただけで分裂するやつがいるんですよ。でこいつの倒し方は、とにかく HP をちょっとずつでも削っていくと。でそこのね、分裂の洞窟が、あ後ろだとあんま入らないのか、やっぱりきついっていうね。かー、やっばフルボッコされるなこれ。ただ増殖の、増殖がもう使えないからターンを無駄に費やすことになりますよ。増殖使って、うわーやばい、様子を見ている。これ多分増殖ですね。
これはやばいな。うわー、うわー、やべ、倒しちゃった。どう倒そう。後ろのやつを倒したいんですよね。よし、ちょっとずつ入る。ちょっとずれたか。あー、入らねえな。うん、ずれたね。ちょっと地味な戦いで長引いちゃってて申し訳ないんですけど、ちょっとこれしかね、多分方法がない、このパーティーで戦うとしたら。HP を削りつつ、強いな。厳しいな。やばい。きつい。どうしようどうしよう。まず。フェニックスの王が変えないとするとちょっとやばいですね。こうやって削っていくんだけども、うわー、きつ、やばいっすねこれは。くー、遠慮がない。どうしたもんですかね。ちょっととりあえずハイポーションで一旦落ち着こうかな。落ち着かせてくれればの話ですけど。テッシー早く。よし、これで一旦は大丈夫かな。オッケー。うおい、厳しいっすね。スピードも速い。ふう、マジかこいつら。これで減らしていくしかないっすね。くっそー、厳しい。
サコギでいくか。で、こんな感じかな。これで減ってまた増殖されると。くっそー、よしよし、どんどん減ってくる。まあ問題は次よな。2回増殖してくれれば、こっち攻撃が来なくなるから、よしよしよし。増殖したのはそいつの HP も増殖、 HP の増殖なんで、 HP 少ないやつのやつはそんな大したことないんですよね。一回これ戦闘終わったら戻ります、出ます。これ話になんないね、こんなんじゃ。あー、魔法ないときついか、全体魔法か、これ。そうするとやっぱってことっすよね。まあようやく体勢が少しずつ安定してきたんでね。ふう。よし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 。よし、後ろにも入っていく。キモいわー、こいつ。本当に。と魔法でキャラやっときゃいいか。ラで回復できるようじゃないんですよね。ちょっと手抜くと厳しくなりますね。お、全員攻撃してきた。 OK。 ふう。これで多分ね、そんなお金とか経験値もらえないと思うんですよね、なんとなくっすけど。どんぐらいもらえるのかですよね、問題は。あいつの HP はもう低いんで、ほら一発で倒せますね。よっしゃー、アズリエルやばい。おー、でも結構もらえるね、15,980 18,000。うわー、経験値全然もらえねえ。お金は手に入ったけど、ちょっと一回戻るって言ったんですけど、あの扉だけは入りたいよね。あの扉だけちょっと本当に結構あるな、扉ここ。ルーンの、うわー、いらねー、いらねー、ちくしょー。1回出ます。これはね、どうしようどうする。厳しすぎるでしょう。あれ、こんなんいたっけ。ああ、もうエスケープは使いたくないしな、さすがにね。ルーンのベルいらない、ダイヤメールもいらない。
火の牙になって炎の牙じゃなくなってますけど。魔法どうしよう。暗黒剣みたいなとこっていけないんでしたっけ。そんなんなかったっけ。ここは動画のとこですよね。ああちょっと30分来ちゃってますね。そうしたら、三角島行きますか。なんかありましたよね。ちょっとあそこの洞窟はまだ厳しい気がするんで、お宝が埋まっているという三角の洞窟、そこを探索したいと思います。ちょっと今探してるんですけど、なくね。どこだろう。プーンなんていう、こここれが、言ってますけど、そっか、時の神殿。あ、そっか、オーディン。ここ入れない。時の神殿、まだ行ってないかもしれないですね、もしかしたら全部。オーディンとまだ会ってないですもんね。やっぱりあの滝いっぱいあったところをどっかしらから行くんでしょうね。ただ あの雑魚的に苦労してたことから考えると、今行ってもなんか倒せる気はしないですよね、オーディン。ここは何もないと。三角島どこ行きました。これ上今向かってんですけど、全然何もないですね。やば。浮遊体力あって、まあもう浮遊体力ですね。そしたらここが動画のとこで、あっそう、で冬大陸来るかな。はい。意外に三角島見つかんないっすね。あ、ここちげえし。どこって言ってましたっけ。なんか言ってましたよね。うわ、サイトル使えばいいんですけど、今サイトル使えないっすよね。あ、使えるか。三角島が見当たらんのよね。これ今左側がすげえクリスタルタワー映ってましたね、今ね。と言っちゃいましたけど、クリスタルタワーなんですよ、ラストダンジョンが。あった、ゴールドルの右側、ここね。ここの洞窟にお宝が埋まってるそうなんで、次回この三角島行きたいと思います。すいません、最後ちょっと長引いちゃいまして。
宿屋泊まってですね、三角島大丈夫だと思うんですけどね、強さがどのぐらいかっていうのが、古代遺跡厳しいっすね。あれはあの増殖どうします？魔法買うってほどでもないんで、打開策、さすがに今度は全部逃げるっていうのはね、普通のダンジョンなんでね、小人とかじゃないんで、それはあんま通用しないと思うんですよね。はい、ブツブツ最後言ってましたけど、ご視聴いただきありがとうございます。次回この三角島の地下ですね、海底の洞窟を探索したいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。